今セリーグで一番いいピッチャー。セリーグ？セリーグいますかね。絶対的に。パリーグの方が多いな。だって山本とか佐々木とか、まあ、その辺はほぼ点取れないですよ、ね、点っていうよりヒット打てないですよね。セリーグはいますかね。今日先発ピッチャーですよね。先発抑えだとやっぱ栗林とかいいですよね、うん、ちょっとボールがうなってますよね。誰よりやろセリーグで先発やったら。いや僕は一押しは中日の高橋宏斗です。あ彼はもう、まあ、多分将来メジャーに行くと思うんですけど、もうまだまだ伸びますよね。ちょっと球質が違いますよね。一回でも佐々木とかの球立てみたいよな。どんな球投げるのか。ブルペンはすごかったですよ。あそう、はあ、でも試合だとベンってまっすぐじゃそこまで の、うん、体感はないらしいです。あそう160何キロ。あそうなんだ、はい。